竹中平蔵さんってなんでめっちゃ嫌われてるんですか？ひろゆきさんも嫌いですか？竹中平蔵さん、僕は評価してるんですよ。経済学者って、まあ、その経済学で論文をちゃんと出して学会とかに行ったりとか、その経済学のちゃんと先生をやってる経済学者っていうのと、自称経済学者っていうのがまず2種類いるんですよ。なんかネットでなんかツイッターとかでフォロワーを集めていて本をいっぱい書いてますみたいな、でもその学会で経済の論文出すことありませんとか、別に大学に所属してるわけでもありませんっていう自称経済学者っていう人がいるんですよね。で、大学の先生やってます、経済教えてますっていう、そのまあ一応本物の経済学者っていうのが2種類いるんですけど、問題は経済学者って言う割にみんな儲けてないんですよ。その経済学者でさ、経済のことが分かってるんだったら経済で金儲けてるべきなんですよ。だってその要は IT に詳しいですって言ったらさ、 IT で金儲けてなかったらおかしいでしょ。一応僕その IT 詳しいですって体だけど、一応その IT の仕事して IT で利益を上げてるわけですよ。で、その経済学者ですって言ってる人って、じゃあ株で何当てたのとか、じゃあその経済の動きを予想してこういう形で儲けましたって何があるのって聞くと、なくて、なんか本いっぱい売ってますとか、講演でいっぱい稼いでますとか、いやいやそれ経済じゃねえじゃんっていう、要は経済学者って言いながら経済で稼いでないのよ。っていうのが基本的に、学会にいない経済学者もそうだし、じゃあ学校にいる経済の先生もそうかっていうと、全然儲けてないのよ。で、経済学者の中で、お、こいつらすげえなっていうのが2人いて、ケインズさんっていう、アメリカがその不況だった時代に、そのフーバーダムっていうダム作って景気良くすればええやんって言ってる経済学者がいて、でケインズさんめちゃくちゃ儲けてんだよ。まあ、なので、そのケインズさんはちゃんと経済的に言ってることも正しい、儲けてるから優秀で、竹中平蔵さんもめちゃくちゃ儲けてるのよ。で、竹中平蔵さんね、12月31日からね、1月にかけてね、毎年日本にいないんだよね。まあ今は分かんないです。昔そういうのやってて。で、要は1月1日にいた住所で日本って住民税がかかるんですよ。なので1月1日に日本にいなければ住民税払わなくていいんですよ。で、竹中平蔵さんはなぜか日本に1月1日いないっていうのを何年もやっていて、住民税払わないっていうのもやってて、で、そのパソナの外部取締役かなんかやってるんだけど、それでもめちゃくちゃ儲けてんだよ。で、その竹中平蔵さんが昔大臣だった時に、その派遣社員っていうのを増やせるようにして、で、その派遣が日本中に増えて、パソナが大儲けしたのよ。で、そこで竹中平蔵さん儲けてんのよ。だから、その善悪の話をしたら、竹中平蔵さんはその大臣として派遣を増やすって判断をして、パソナにボロ儲けさせて外部取締役で儲けるのはいかがなものかっていうモラルの問題はあるんだけど、モラルを置いとくと経済学者としては至極真っ当なのよ。要はその経済を自分で動かすっていうのも含めて、経済ってこういうものですよ、だからこうやってお金を儲けますよっていうのを実現してるから、竹中さんが言ってることは正しいのよ。ただあの人がその道徳があるかとか、モラルがあるか、人としてどうなのかみたいなところは僕もそうだよねと思うんだけど、ただ彼はいつも言ってることは正しい。だからその竹中平蔵さんがたまにインタビューとかでなんか出てるのでこう答えてたりとかあるんだけど、で、言ってることで毎回正しいんだよね。ただ、そのツイッターとか見るとめちゃめちゃバッシングされてるんだよ。要は日本経済が悪くなったみたいなことを書いてんだけど、それは派遣を増やしたお前が悪いだろっていう。要はその派遣が増えたせいで、その給料安くて働いてて、で、怪我したらクビになるとかっていう、若者が生活不安になるような状態を作ったのは、その派遣を増やした竹中平蔵さんのせいなんだけど、でも日本良くないよねっていうのを竹中平蔵さんが言ってんだよ。で、いや、お前がやったじゃんっていうのは置いといて、でも竹中平蔵さんが言ってることは正しいんです。なので、分かりづらいんですけど、竹中平蔵さんは言ってることは大体いつも正しいですよ。という意味で、僕は経済学者として竹中平蔵さんはすごいと思ってます。ただ人間としてはどうかなとも思ってます。